西村ラジオ第90回ということでね、いやー本当にやっと夏というかね、もうほー暑い、とにかく暑いね。皆さんの近くは雨風台風の影響大丈夫だったでしょうか。結構皆さん高知の方が大雨ってことで、その直前のね大雨の影響なんかもあったんで、皆さん結構心配してくれて、あ大丈夫ですかって言ってくれたんですけど、大丈夫です、元気です、はい、元気に今夏のイベントに向けて着実に慌ただしくやっておりますので、まあそんなこんなですが、はい、早速ですが浜県との西村ラジオシーズン2、第15回の方をどうぞご覧ください。はい、というわけで、はい、ここはどこ、高知よさこい情報交流館に今来てます。高知よさこい情報交流館っていうのも、うん、なんで前回の収録の際に、うん、メールを、ああそうやったね、いつ読んでほしい、うんうん、メールがあったんだけど紹介しちゃっていい？じゃあお願い西村くん。はい、ではラジオネームアマレットさん、あさます、皆さんこんにちは。こんにちは、こんにちは。もうすぐ夏ですね、うん、高知の夏といえばよさこいですね、うん、浜くんは子供の頃よさこいを踊ってましたかっていうメールが。なるほど、それを読みたかったからね。そう、なるほど、そういうことか。ちなみに子供の頃はまあ踊ってない、本当に小学校の運動会で踊ったぐらいですね、本当に。プライベートとか行事とかにはもう一切参加しなかったですね一切参加しなかった。全然よさこいってまず踊るっていうのをね、こう、うん、鳴子、うんうん、を持って踊るっていうのは知識としてあるんですけど、はい、曲とかってもう昔からこう代々伝わってきてるのが何パターンかあるのか、それとも何の曲でもいけるよっていう感じなのかっていう。あれルールは比較的緩くて、はい、このワードとこの音をテンポのものっていう、はい、なんかいくつかルールが、まあ、数ちょっとだけね、はい、それが入ってればどんなアレンジでも OK っていうのが。へえ、そうなんですね。だから基本的に坊さんかんざし夢を見たっていうね、あそこはそうだよね、坊さんかんざしうんたらかんだらってとことこは入ってるんですよ。あと土佐のっていうとことかね、組み込めば組み込めばどんなアレンジでも、もうほんといろんな踊りがありますもんね。だってそれこそ本当に今じゃもう片手で鳴子持ってながらほぼセンスみたいな。へえ、あ両手じゃなくてもいいがですか。じゃあいろんなルールが、へえ、じゃあだんだん進化した。ああもうなんか高知の民謡を使わなきゃいけないとかじゃなくて、じゃなく、なんかでもその方がキャッチーでいいかもですね。確かに、まあその方が、まあ、逆に人口を増えるっていうか、うんうん、現代の子でも親しみやすい感じが、うん、はい、いろんなアレンジ、はあ、あと衣装もねいろんなのがあっていいですね。確かにすごい綺麗、ね、さっきもね、うん、通ってきたんですけどね、すごい綺麗、かなり派手、施設の中にいっぱいいっぱい飾ってある、うん、で今日何しに来たかっていうと、うん、実際にねこのよさこいを体験できるっていう、うすうす感じちょったなるほどね、そういうことか。そう、ネットのねやっぱ動画とか、うん、浜くんの動画を見たらもうすごい勢いで踊ってるから、アイドルものに、はい、出演させてもらってるので、それは、そうなるとね、そうなるとやっぱ現代チックなダンスの原点というなってるであろう高知のよさこい大丈夫なかやろうか。だって予備知識まあもともともう中分ぐらいしかないけね、踊れるろうか、大丈夫やろうか。で、DVD をね、うん、見てくださると、うんうん、今僕らの背中にはここにモニターがあって、ね、よさこいの過去のもの、過去の風景がバンバン流れてるんで、これにいかに近くなるように踊れるかなるほどね、はい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 、っていうのを今回は。そうです。2人はやらない、やれない、やれない嘘でしょ池さん、やれないっすか。やりますやります。まあやったとしても、うん、DVD のスペシャル特典に組み込まれる、組み込まれる、なるほど、うん、通常のチャプターとかには、うん、多分浜くんのが僕だけ一人ダンスが多分なるほど、けどスペシャル特典のところになぜか3人バージョン、3人バージョン興味がある人はスペシャルバージョン、うんうん、
見てください、ね、そう、あのハードル上げんといてくださいね本当に知識ゼロで鳴子持った踊りが久しぶりなんで、はい、まあじゃあやってみます、頑張ってみます、はい、ということで、じゃあそんなわけで今回はそういう形になりそうです。というわけで浜健人の西村ラジオ始まるぞ。はい、というわけで踊ったがや剣道、なんかどういう風にしたらうまく見えるかがちょっとまだ分かってない。あのね、うん、ポイントは多分しなやかさだね。しなやかさか、うん、キレッキレでやろうと思うよった。違うんだ多分。違うかか、うん、そっか、こうやっぱ流す動きが入ってくるじゃん、うん、そうやね。あとはね、うん、笑顔。あ、笑顔。あの多分特典か本編流れる僕の顔はゼロですね、笑顔。本当にそのバックに控えてるメンツが大丈夫です。超笑顔でやってますから。じゃあお二人に助けていただきながら、ええ、どうでしたお二人踊ってみて。まあ一生分踊ったかなってぐらい。軽く汗だくにね。ね、ダイエットになりますよ。いい感じです。難しいね、なんかね、やっぱり踊ってみたけど、なんか鳴子を持つことによって意識が分散する気、やろうと思うっちゅうことができん。だから早くなれんといかなって思いながら踊ったけど、結局どういう風になったのかっていうのは僕も映像チェックしてないので分からんき、皆さんの目で確かめてほしいがやけど。でもこれは延々さっきやったやつだとずっと繰り返しなわけじゃん。そうやね。ってことはあのやっぱお祭りの動画とか見ても分かる通り、うん、やっぱこう移動するわけでしょ、うん、えらい距離踊りっぱなさなきゃいけないってこと。どんなもんなんですかね、移動距離って、はい、まあある程度限られた距離を、うん、踊って、今度はその後控えてるのが移動なんですよ、はい、各踊り場っていうスペースが与えられてる場所が市内にあちこちありまして、もう移動ですね。そこで、まあ、しばらく何メートルかな、まあ、何十メートル踊り切った後に今度は別の場所に行って踊るっていうのを日から一日ぐるぐる回っていくわけですよね。過酷。あ、真夏に。真夏に。すごいなよさこい。痩せますね。痩せますね。え、池さんはよさこい参加したことないっす。あ、ないんですね。実はないです。実はね、僕のよさこいの経歴は小学校6年間だけ。あ、じゃあ僕と一緒ですね。本当にマジで一緒ですね。カメラマンさんはありますか。参加したことあるってことですか。すごい。じゃあカメラマンさんだけでみたいですね。びっくり。意外にね、情けやのにね。一番情けなところに、意外ですね。やっぱり盛り上がるものなんですか。あ、盛り上がるそうです。やっぱ楽しいんでしょうね、やっぱりみんなで作り上げるっていう。みんな笑顔でやってますからね。きっついですか。きっついです。見ててきっついですか。その先にある何かが。あ、僕横目にビール飲みたいですよさこい横目に。よさこい横目にビール飲めるスペースあるんですよ。そこでいいっす、ずっと。わかる。なんか友達と行ってみるがですか、それは。やっぱり。いや、一人で。一人で見るんすか。チャリンコやってんなと思って。学生の頃さささささっと通学のついでに、うん、今はほらもう仕事中に車で、はい、あ、やってんなと思って運転してた。結局通勤のついでになんですね。ハッピーとか来てどうでしたか。結構ね、派手なね、熱い。ちゃんと俺帯までしたから。熱そう。ここだけ汗かいてんの。腹回りだけちょうどピーッと。ピーッと。池さんなんか一番カラフルな。カラフルだったけど帯がないってことでなんかこうクリップ止めてもらって。クリップ。クリップです。 あれクリップやったからですか。へえ。ちょっとおしゃれな感じにして。おしゃれクリップで。おしゃれクリップで。なんであの中から一番派手なあれを着ようと思ったんですか。一番派手。分かりやす。分かりやす。二人とも赤で僕だけ青でしたからね。いや、いい感じ、ね、いや、やっぱり僕らは、うん、僕らはやっぱ戦隊ものとかも赤が強いじゃん。強さを求めたがすか、二人とも。青はちょっとね、目立ったり目立たんかったりしますからね。そうミスった。そういうこと全然考えてなかったですわ。僕らさん、名誉脇役ですか。二人とも主役みたいな感じでしたけど、ね、色的に誰より目立っちゃったですけどね。メラメラしてね、衣装が。ぜひ踊り見てほしいわ。まあそんなわけでね、よさこい情報交流館、すごいあの素敵なところでね、ぜひね皆さん、
高知に来た時は立ち寄ってみてください。なんか普通に体験コーナーで踊ってみてください。あの係員の人も教えてくれますきね、そう一緒に、ね、うん、踊ってっていう、うん、パパパパパパッとすっごい慣れた感じで教えてくれますあ、よく言われるがやろうなって思いました本当に。いやなかなか激しかったっす、ね、激しかった、うん、だんだんこれ笑顔になってくるね、はあ、やる激しくはないですけどすいません、激しくはないですけどね、普段の運動よりは激しいですよね、ああやっぱりまあでも普段使うやらんような動きですからね、例えば太ももを引き上げてこうやって後ろにステップ踏んで後ろに引いたりとかもするんで、体幹が大事ですよねこういうのは。多分いいメールが届いたなと思って、うん、それを採用してここに、はい、そうこれやと思って、グッジョブグッジョブ Thank you ってことでメール待ってますんで、ええ、もっとこれからもちょうだい、どこどこに行ってほしいとか、ちょうだい、あれやってほしいとか、ちょうだい、あの秋にはスポーツの秋ってことで、なんか今後中ワンオンワンオンワンやんなきゃいけないやばい怪我しそう怪我する怪我する怖い怖い怖い、マジでマジで多分ね、あの5分ぐらいで飽きるんだ取れ高取れ高まあでも DVD 的にそれぐらいで映画かそっかまああのそういう野望もありますけども、さてというわけで今回は疲れたわ、いやめっちゃ疲れた、違う違う、疲れたじゃない、疲れたわ、いやめっちゃ疲れたから、うん、今日の疲れたはレです、疲れたのレ、レ、なるほど、あ、キチュー来た、キチュー来た、マジでキチュー、これやばい、勢いじゃない、完璧勢いじゃない勢いじゃない、間違いないこれやばいで、来たで、じゃあスカルタのレ、じゃじゃん、練習をやって汗をかいたよさこいの街、よさこい情報交流館、土佐弁、いやあのない、いろ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 かぶったし、そうかぶったし、よさこいよさこい言って入れれんかった惜しかった、え待って土佐弁入らんちや、待ってレやろ、うん、スカルタのレ、じゃじゃん、練習やって汗かいたね、よさこい情報交流館で、でってな館ででって交流館で、小学生の作文みたいなクオリティ出してきましたけど仕方ない、あやつも疲れてんじゃないですか、多分オッケーでしょもう疲れがにじみてた感じがして、今までにないクオリティ出してきましたシーズン1でも結構ダサ作に入るぐらいな、シーズン2迎えたのにたまにはほらこうやって肩透かしもやっていかんとね、ほらほら、そういうことね、うん、ショルダースルーもやっていかんと、ほらいかんき、ほらほらそういう腕が出てきたっていうところで、お茶目な、なんかあどけない部分が出たっていうことで、もう自分で自分をフォローして苦し紛れの苦し紛れのレでした、あレね、ショルダースルーでした、はい、プレゼントはどうしようか、あの入り口のところに短冊書くコーナーあったから、短冊をプレゼントで、いや短冊に、うん、じゃあ、うん、浜くんが一言添えて、うん、あのあなるほど、あのプレゼントをもらった人のがちゃんと願い事書けるようにちゃんとスペース開けといて、なるほどなるほど、オッケーオッケーオッケー丸オッケー丸、ああ了解丸これ中村修吾っていうあの声優の年の近いやつがいつもやるよってクソつまらんなって思いながら見るやつをちょっとやってみた、了解丸、だから多分俺らそれ以上にクソつまらない了解丸、本家がつまんないんだからそれパクったって余計つまんなくなるだけだ、クソつまんねえことしてんな滑ってんなって思いながら俺見あのねリアクションも入れないぐらい俺編集点のために黙ってたやめてや、カットせんといてや、カットせつままんといて、つままんといて、さっきの編集する人が楽になるだろうなポイントをしっかりね、うん、つま、さっきのは生かしでお願いします、はい、というわけで今回のプレゼントは、短冊、なんか短冊でええか、でも
なんかつまらんような感じもするけど、ひとひねり欲しい感じもするよね。コメントを添えた短冊、コメントをコメントを添えた短冊で、ああ OK。 じゃあというわけで、例のごとく留守電にメッセージをお願いいたします。電話番号は0888338148、 0888338148、 ここに住所、名前、血液型、あとプレゼント名はコメントを添えた短冊でございます。お忘れなく。この番組は西村東社堂さんのホームページにアップしていくのでよろしくお願いします。放送は第1第3金曜日です。5週ある月は5週目お休みです。ということで、おいたらね、バイ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 。はい、というわけで皆さん、ここでお知らせでございます。浜健人の西村ジオお散歩ビデオの2が発売決定でございます。パチ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 、やった。はい、発売日はですね、2018年の9月28日金曜日でございます。こちらですね、特典に特製フォトブックレットがついてまいります。西村東社堂さんのオンラインショップにて発売予定でございます。皆さん、ご予約お待ちしております。なるほどです。いい絵は撮れましたか？僕全然覚えながらやってたんで、そんなうまく踊れてないですけど大丈夫ですか？めっちゃうまかったです。苦笑いしてる。浜健人の西村ジオ。はい、いかがだったでしょうか。先ほどのね、浜健人の西村ラジオの中で、私があのよさこいのね説明をかなり曖昧というか、まあ、ボケボケな感じでねしちゃったんで、まあ、補充としてねちょっと説明しますと、よさこいの参加ルールは、鳴子を手に持って前進する踊りの振り付けを基本とする。また曲をアレンジしてもいいが、よさこい鳴子踊りの曲を必ず入れる。で、一チームあたりの踊り子の数は150人まで、結構多いですよね。でね、地方車、まあここはいいか、まあ、あとね、大きな地方車が1台ついてるんですけどね。また他にですね、よさこい鳴子踊りを作詞作曲した竹政英作氏が、祭りが広がるようにということで著作権を放棄し、曲のアレンジがまあ自由自在、まあサンバであったりラテンであったりジャズであったりと、まあ個性豊かなね、まあチームによってね、あの音楽がね変わるということですね。で、僕はあの本編中でまた変な歌を歌ってたんですが、よさこいなることのフレーズなんですけど、土佐の高知の播磨屋橋で坊さんかんざし顔を見た、よさこいよさこいっていうふうにね、なんか坊さんかんざし夢を見たっていう、かなりファンタジーな世界になっちゃってるみたいなね、ちょっとすいませんでした。ということで、まあ、よさこいの補足でした。はい、で皆さん、お待ちかねの土佐弁講座をね、やりたいなと思います。今回は接続詞っていうべきなのかな、がというフレーズでね、結構ね、こう土佐弁でがってよく使うんですが、まあ、それを一つ説明したいかと思います。まず例文、ただ酒を飲みに行きたいだけなんです。これが土佐弁になったらどうなるか、いきますよ。ただ酒を飲みに行きたいだけながよ、わかりますか。だけなんですが、だけながよっていうね、あれなんとかながよ、なんとかしたいだけながよ、そうですね。まあ他には次、そうなのですね、よくあるよ、そうなんですねっていう、とさめやったらそうながよね、のがね、がになるような感じです。そうなの、そうなが。この間ね、私がちょっとあるイベント、まあ、自分の同人誌のイベントでね、お客さんと喋ってる時に、僕は基本的には土佐弁ベラベラ喋ってて、よくえって言われるんですけど、普段何しようがって聞いたんですよ。はい、何しようがって、はって言われて、まあ、隣におった同じ高知のね出身の子にね、全然伝わってないので、バカ笑わされたんですけど、まあ普段何してるんですか、まあ、普段僕のニュアンス的には普段何して遊びゆがを略して普段何しゆがって言ったんですけど、あの、まあ、何しゆが、何をしているんですか、何をして遊んでるんですかとか、ね、そういう感じなんですけど、はい、こういう感じでがぜひ覚えてください。よく使います。そうなが、あーなが、こうなが、
当な、はい、がでした。ただ酒をね、飲みに行きたいだけながら。そうなの、もうこんな感じかね。まあいいけど、今日もちょっと夜遅なるごめんね。また飲み、いや違う違う、仕事やき。違う仕事ながって、お前許してや。ただ酒を飲みたいだけながやろ。そうなのよ、こんな感じでね。ではそういうことで、浜健人の西村ラジオお散歩ビデオの2巻がね、いや先日予約開始しました、ね、89分というねボリューミーなね、ワンに負けないみたいな驚くほどのボリュームで、いい作品にしようかと。普段のね、収録中の浜君、西村君、私のね、まあ、グダグダな感じ、適当な感じ、ゆるい感じ、いろいろね楽しめると思います。すごい楽しい89分になると思いますんで、ぜひ予約お待ちしております。ほじゃまた次回楽しみにしちょってね。